立ち出しウエストゴムの縫い方を説明します。立ち出しウエストの場合は片側の脇にゴム通し口を縫い残して脇をミシンで縫います。ゴム通し口の長さはゴムの幅に合わせていきます。縫い代は割ってアイロンをかけていきます。ゴムを通しやすくするためにゴム通し口の周りにミシンステッチをかけていきます。ゴム通し口の周りがミシンで縫えました。ウエストの縫い代にロックミシンをかけておきます。ロックミシンの糸の端は結んで始末します。糸の端は切ります。ウエストの縫い代をアイロンで折っていきます。出来上がり位置に合わせてアイロンで折っていきます。縫い代幅はゴムの幅プラス 0.5 センチに縫い代をつけた幅になります。待ち針で留めたらミシンで一周ウエストを縫っていきます。ウエストがミシンで一周縫えました。ゴムの長さはウエストの長さの9割に縫い代1センチずつを足した長さでカットします。平ゴムの場合は途中で外れやすいので安全ピンを使って通していきます。ゴムを通しやすくするために端の部分を三角に折ってから安全ピンを留めていきます。ゴム通し口から通していきます。一周通し終わったら印と印を合わせて重ねていきます。待ち針で留めたらゴムをミシンで縫っていきます。線の部分から5mm、5mm で両端をミシンで縫いました。縫った端を中に入れ込んでいきます。立ち出しウエストゴムの完成です。